悪かったな、コルト。お前を出しにしちまって。いえ、素晴らしかったです。エルディア人がマーレ軍元帥に意見を通すなんて。ジークさんの獣の能力は歴代とは全く違う。まるで話に聞く始祖の巨人だ。どうして特別なんでしょう。王家の血を引いているわけでもないのに。さあな、結局俺が死ぬまで分からずじまいだろう。あ、記憶を継承するお前には知られちまうかもな、俺の秘密を。秘密ですか。ケツの吹き方が独特なんだ。誰にも言わないでくれ。ダメだ、すべて話せ。隊長殿。血毛の数まで申告してもらう。エルディア人にプライバシーは必要か。必要ありません。うん、1年でパラディ島を落とせるらしいな。私には1年しか残されていないという話ですよ。この3年間パラディ島に向かった調査船は一隻も帰ってきていない。ジーク、お前はこれをどう見る。軍の船が32隻も沈められたのなら、それは巨人一体の仕業とは考えにくい。少なくともエレン・イエーガーを含む巨人が2体以上調査船に立ちふさがったのではないでしょうか。同じ意見だ。島を攻めるには戦艦の支援が必要になるだろう。ええ、そして何より敵の脅威は巨人だけじゃない。